こんなのも作ったの？すごい。うわ、マジか。アドリブで、まあ、表情とかあのオーラの作り方とかラブレポミュージカルだね。次、圧倒される。てか涙出てきた、やばい。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。ナイルビデオターモーションデザイナーしてるクリエイターコニーです。ということで今日はですね、スノーマンラウルくんの東京ガールズコレクション TDC スペシャルステージということで、ガールズコレクションのラウルくんの一人のステージを初めて見るんです。あの前回の TGC なんか見てください見てくださいって言われたの、結局見てなくて、でなんとなんと今回新しい今年の2023年版が4日前ぐらいに出たので、皆さんと見ていこうかなと思います。あの映像の仕事をしているので、演出面とかラウルくんの見せ方、やっぱり MV を見てうまいなと思っていたんです。もうなんか自然とラウルくんに視線がいっちゃうとこあったので、そこら辺どうしてなのかっていうところもそうだし、見ていきたいなと思います。はい、スタート。てかさ、メイクを小田切ヒロさんっていう YouTuber もやってる方がやってらっしゃるらしいね、メイク。うわっ、すごっ、こんなのも作ったの？すごいんだけど、ここの25秒の間で結構サウンドデザインがすごくしっかりとしてる。効果音とか結構入ってるじゃないですか、ズズとか。音すごいね。ポップコーンガシャガシャって入れる、あの手に取るとことかもしっかり音だけ別で取って多分入れてるだろうし、ここの表情だね。いや、ネットフリックスの映画見てるみたいな表情するよね、本当に。演技力半端ないんですよ、この方。ここもすごいね。ちょっと色とか、もうここら辺だよね。あの、不透明度下げて結構ここ、映像を重ねたりとかで、色をすごく違和感あったと思うんですよね。白とブルーみたいな色とか入ってたり、うん、でここら辺はちょっとやっぱり、うん、こういうので編集でやってるんですけど、まあ一応できます。うん、色の設定でね、ここ RGB のエフェクト入れてたりとか、うん、ライティングもここら辺でパープルとか入れてたりとか。でこの TGC のステージのためにこの映像をわざわざ作ったのか、イントロの映像をっていうのがまずすごい。しかも終わった後すぐこの映像をアップしてたよね、スノーマンの運営さんがね。すごくない？セットも、うわ。こんなやってきちゃう？東京ガールズコレクション。ごめん、全然知らなかったんだけど。これはマスク切って、重ねてるんですよ、ここ。あ、交互に見せてるんだね。うん、まあ、同じアングルで。衣装変えてっていう、同じ画角で撮った映像を何回も交互に見せるっていう技法でね、ここエフェクトでキラキラ入れてるんだけど、この見せ方、表情あってのこの演出だよね、ラウルくんの表情。シーなコンセプトがめちゃくちゃ似合う感じの方です、ラウルくん。で、今度ちょっとさ、女性っぽいコンセプトもできちゃうし、スーツとか、ダボムとかそうだったけど、結構男性らしさの藻を兼ね備えた色気も出せるし、可愛らしいコンセプトもね、できちゃうんだよ。で、一人でこれだけのステージを見せられちゃう。で、こういう映像もさ、作ってくれちゃってるわけ。もう、結構推してるよね、ガールズ、TGC もね、ラウル君のことをね。それだけ皆様が毎年期待している、楽しみにしているステージなんだよね。で、これランウェイがあるのね。テレビの中にランウェイがあって消えていくと、うん、最初から作りうまいよね、うん、入りのさセットもこういう感じで部屋だったわけで、同じ部屋で最後テレビでトランジションして終了って終わっていく感じ、うまいな見せ方。てか衣装、最初の衣装がこれだけ190超えてるわけですよね、ラウル君。でこの足の長さ、もう本当にパリコレ出てるんだよね、出たんだよね過去ね。モデルさん的な方がランウェイをしつつ、途中ももちろんね、アーティストであるから、こうやってダンスも入ってくる。で、いろんなジャンルのダンスを踊っている。んで、やっぱさ、視線がいっちゃうのは表情がこれだけ豊かだからだなって思うんですけれども。で、こちらですね。うん。で、エキストラさんというか、バックダンサー的な方が入ってくる。で、ちょっと可愛らしい曲調になる。すごいな。いろんなジャンル踊れるし、いろんな表情をするし。いや
やで衣装がいつの間にか変わってたなと思ったのここからだったんだね、うん、スタイリストさんがこう入ってたから脱いだらこの衣装になってたっていう感じだね。すごいと思います。はい、これ脱いでたんでね、この衣装にいつの間にか変わっていた。この横のダンサーさんが2人ともねちょっとブロンドっていうのもちょっとかっこいいなと思います。会場演出すごいんだよね TGC。 結構チケット取るの大変だと思うんですけども、行く価値めちゃくちゃ。いろんなアーティストさん出るし、モデルさんも歩くし、いろんな方見れるから、もう東京というかジャパンの最前線のモデルさんアーティストさんがこうやってステージに立つ場所ですよね。すごい、こんなに美しいものを初めて見たかもしれない、日本人のアーティストしかも男性で、いやーモデルだしアーティストだしダンサーだし、いやジャニーズでもあるしグループの一員でもあるし、ただすごく素晴らしい表現者でもある。そして今後だとミュージカルとか多分出ると思うお声がかかると思います。ということで今回初めて見てみました。多分2022年も見た方がいいんだね。これはちょっと圧巻のステージでちょっと言葉が出ないほどでございました。ということでおすすめしてくださった方ありがとうございました。今回出先からの配信となっておりますがカメラワーク、カメラワークというかこの、 アングルがねちょっといつもとは違った感じでしたけども、楽しいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録を忘れなくお願いいたします。ということで Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. ということで Goodbye.